アンデシュペルヤリードは、スウェーデンリドシェーピング出身の元男子、プロテニス選手。1980年代から1990年代前半にかけて活躍し、スウェーデンの男子プロテニス界の最盛期をリードした選手の一人である。ヤリードは、優れたダブルス選手として、男子ダブルスで、すべての四大大会でのタイトルを獲得する、キャリアグランドスラムを達成した。 自己最高ランキングはシングルス5位、ダブルス1位。ATP ツアーでシングルス8勝、ダブルスで4大大会8勝を含む59勝を挙げた。1980年にプロ入り。1981年から男子テニス国別対抗戦デビスカップスウェーデン代表選手になる。1983年全仏オープン男子ダブルスでヤリードは 同じスウェーデンのハンス・シモンソンとペアを組み、決勝でマーク・エドモンドソン、シャーウッド・スチュワート組を破って初優勝した。1984年後半から、ヤリードはダブルスで、ステファン・エドベリとペアを組む機会が多くなる。同年暮れの12月16日から18日、デビスカップ1984決勝の対、アメリカ戦が、地元スウェーデンで行われた。ヤリードとエドベリは、 第3試合のダブルス戦で、ジョン・マッケンロー、ピーター・フレミング組に勝ち、スウェーデン代表は1975年以来9年ぶり2度目のデビスカップ優勝を飾った。マッケンローとフレミングは、長年アメリカ代表の無敗ペアであったが、ヤリードとエドベリにデビスカップダブルス戦の連勝記録を止められ、2人のペアの記録は14勝1敗で止まった。 1985年にヤリードはシングルスでも成績を伸ばし、ウィンブルドン選手権で初の準決勝に進出した。ヤリードを準決勝で破ったボリスベッカーは、この大会の初優勝で17歳7ヶ月の大会、ン連勝優勝記録を樹立する。続く全米オープンでは、ヤリードはマッツ・ビランデルとの準々決勝を途中棄権した。2年後の1987年、 ヤリードは4大大会男子ダブルスで年間3冠獲得を達成した。全豪オープンと全米オープンではステファン・エドベリと組んだが、途中の全仏オープンではロバート・セグソと組んでいる。セグソと組んだ全仏オープン決勝では、地元フランスのヤニック・ノア・アンディル・コント・組をオにセット選手されてから逆転し、続く3セットを練習して6から7、6から7、6から3。 6から4、6から2の逆転勝利を収めた。この年に唯一ダブルス優勝を逃したウィンブルドン選手権では、ヤリードとエドベリは準決勝でエミリオ・サンチェス、セルフィオ・カサル組に敗れた。1987年度のヤリードは、ダブルスで4大大会3冠を含む年間8勝を記録した。1988年ソウル五輪は、オリンピックテニス競技が復活し、 プロ選手の出場が認められた歴史的な大会である。ヤリードはオリンピックのスウェーデン代表選手として初参加し、シングルスは3回戦で敗退したが、エドベリとのダブルスで銅メダルを獲得した。1989年からヤリードは大半のトーナメントでジョン・フィッツ・ジェラルドと組むようになる。ついに1989年ウィンブルドン選手権でヤリードは フィッツジェラルドとのペアで初優勝を飾り、キャリアグランドスラム達成者の一人となった。30歳を迎えた1991年、アンダース・ヤリードは、フィッツジェラルドとのペアで、全仏オープンウィンブルドン、全米オープンに3連勝を成し遂げ、自身のキャリアで2度目の4大大,大会ダブルス年間三冠獲得を達成した。しかし、ヤリードとフィッツジェラルドは1992年、 全豪オープンで3回戦敗退に終わり、4大大会ダブルス4連勝を逃してしまう。1993年全豪オープンでは、このペアで決勝に進み、ヤリードにとっては、ステファン・エドベリと組んだ1987年以来6年ぶり2度目の全豪決勝の舞台に立ったが、ここでも準優勝に終わった。結局、ヤリードは、 フィッツジェラルドとの同一ペアによるキャリアグランドスラムを果たせなかった。ヤリードは現役を引退する1996年までスウェーデンを代表するダブルス選手として精力的な活動を続けた。彼と同じ年にステファン・エドベリも30歳で現役引退を表明し、スウェーデンの男子テニス界の黄金期が幕を閉じた。礼、ありがとうございます。